さあ、ガチヤグラね。S プラス7のムツゴロウです。いやー、ムツゴロウねー。ダメですね、ムツゴロウは。ムツゴロウはね、やんない方がいいです。まあ、私、ずんだ、自信を持って言うことができますが、ムツゴロウのガチヤグラは、オーバーフロッシャー何もできないので、やめるべきって感じですね。まあ、守りはまあ、まだいい。まだ悪くない。ってか、できなくもない。でもね、攻めはね、無理だわ。攻められない。もう、お風呂の泡を上に飛ばすのが厳しすぎる。無理です、これ。本当に。もう何の役も立たない。お風呂の意味ねえだろって感じ。どこで活躍すんだよ、この武器っていう。まあ、強いて言うなら、スペシャルで、敵牽制とか、まあ、ボムラーを、高台に飛ばすとかそのぐらいかな。高台にね、登り詰めることが難しいのがきついんですよ。ガンガスと違って、ムツゴロウって。ムツゴロウって敵の高台行くの難しいのな、オーバーフロー。やはり。ここで困っちゃう。で、お風呂の泡上に飛ばないしさ、あそこ、ね、今、バレスピかな?だからなんかさ、いるとこあるじゃないですか。あそこ今ローラーいるとこだ。相手の。あのローラーいるところにさ、お風呂の攻撃通んないんですよ。だからなんかその、何もできないっていうか、お風呂の攻撃届かないから、お風呂の意味ないっていう。もうここら辺でせめて泡投げるぐらいが関の山ですかね。いや、実にね、この辺の試合見てもらうとわかるんですけど、本当にキル取れなくて、俺何してたのかな5分間っていうような試合になっててね。でそうなると俺の方もこれ後付け解説とか言うんだけど、後付け解説できることなくねっていう。せめて役に立つところってどこまでなんだろうな。この辺りかな。第一関門のこの高台のところぐらいまで。そのぐらいムツゴロウって難しいんですよね。いや、オバフロでムツゴロウ得意な人っているのかな?ちょっと僕には今んところまだ戦いのやり方ってものが全くわからないんですけど、まあそれはこの辺の高台あるのはもちろんお風呂にとっていいですよ。でも高台あるのはいいんだけど、問題はそのなんか意外にそんな守れるわけでもないんですよ、この高台って。こっからね、メインの泡がすげえ届きにくい。ボムラはギリギリ届くけど、メインの泡は本当に届きにくくてですね、ほんとスペシャルだけしか役に立たないって状態になってるんで、困ってるんだな。これはまあやれるけどさ。一応こう自分からね、塗っていってますけどね。やっぱちょっとカウントで有利となるとまずいんで、まあガンガンこうやっていってるけど、これもね、今ケルビンにやられたの見てわかるように、階段登ったところで、何すんのって状態になっちゃうんですよ、オーバーフロー。マジで。何すんのっていう。なんかできることあるこの武器っていう風になっちゃって。メインも効かないし、ボムラも効かないしっていう、すっごいダメなステージですね。でも正直言うとこれもう解説することないんで、このムツゴロウにおける試合全部カットしたいんですけど、まあこれ一応勝利して、した試合全部乗っけるっていうのがこのね、企画の、要件なんで、しょうがない。あ、この辺きついのよな、お風呂。逃げにくいしね、また。味方やってくれてるけど、でもまあ67対70でしょ。あと1分12秒。ここやったのでかいけどね。ここほんと最後の読み。最後多分こいつバックに帰るだろうみたいな感じで、バックするところを、まあ予想して撃ったっていう打ち方なんだけど。前行かないな、これ。前行くっつってるけど、あんまり前行っても関係ないんだよな、本当言えば。このステージ。まあ、ここまで来ると意外に強いかもね。でもこれも相手のローラーとかなんかバシャンと降りられたらそれで終わりだからね。なんでこれ敵が追いかけてこなかったんだろう。この辺からね、大体ね、死なないようにして後ろ下がっていって、ボムラ食べれば勝てるなっていう状態で動いてますね。まあ、せめて守りだけはね、オバフロを見せていかないとさ。
そしたらあと7秒なんで、これは勝ち確かな。ボムラあるし、はい、入っていきますね。まあこれで勝ち確、まあこれはやっときたいけど、めっちゃ頑張ってくれてるの にこれでギリギリなのか、俺のせいだ。はい、お待たせしました。ガンガゼ野外音楽堂であります。まあガンガゼときたらね、タチウオと並んでオーバーフォロッシャーのガチヤガラ最強格と言われるぐらい強いステージでして、まあさっきのムツゴロウとはねちょっと違うってところをね皆さんに見せていこうかなと思います。まあ初め最初こうやって塗ってボムラを溜めつつ、相手どこにいるのかなっていうのをちゃんと把握していきたいなと思いますね。まあ相手チャージャーとスクイグなんで、編成的にはかなりかわいそう、正直。まあ、かわいそうだね、これ。もう普通に考えたら、負けますね、敵が。実際負けてるから、僕この動画入れてるんですけど。ちょっとこう、トリッキーなことしないと、敵さんはですね、このガチヤグラで僕らに勝つことはまずできないですね。さあ、乗っていくが、これ軽く乗って牽制ですね。これ乗ることによって、敵がどこにいるのかなっていうのを把握しやすくなるんですね。敵が矢倉に乗った瞬間、こちらのことを攻撃してくるので、その方角をちゃんと見ることによって、敵がどこにいるのかっていうのが分かるわけですよ。これはね、このチャージャークソうまかった。これ抜いてくんのやばいでしょ。俺、下に隠れながらボムラ打ってんのにさ、これ抜かれるって、相変わらずチャージャーとかいう武器ずるいなって僕は思いました。まあ、僕の辞書にはチャージャーをね認めるなというふうに書いてあるので、チャージャーに対して僕はかなり厳しい。チャージャー批判するためにスプラトゥーンやってるっていうのがまあちょっとあるかもしれない。さあ、ボムラをここで吐いていって、相手のインクを全部根こそぎ奪っていきましょうというわけでね。こうボムラのいいとこってやっぱ塗りをね、確保するっていうのは本当に優秀なんですよね。さあ、これ相手中にいたと思って、この中の敵に一応こだわるようにしてますね。まあ相手で2人落ちてるし、やっぱ後ろちゃんと見といてあげないと危ないなと。いう感じですが。さあ、これリードしていく。後ろに行ったやつどこ行ったんだろうね。これね、見てほしいんですけど、右側オーバーフロッシャー打ってますよね、敵の。あの位置からはね、矢倉止めらんないんですよね。だから多分あの人、ガンガゼの音楽堂でどこにいるのが強ポジなのかっていうのを理解してない。あそこにいてはですね、オバフロは何の活躍もできないんで、やめるべきですね。かといって、ここの高台なんてすぐにね、あの敵が入ってくるんでね、使いにくいんですよね、この高台。だからこそボムラを貯めて防衛するっていうのが、実を言うと、ガンガゼ野外音楽堂の最適手なんですよね。さあ、ここで味方のことを援護するためにボムラ投げます。まあ、何回誰かに当たるでしょうと思って投げてます。まあ、案の定当たりましたね。はい、これどんどんガチヤグラが進んでいきますよと。で、味方が結構前に行ってるんで、僕も、ガチヤグラに乗って、味方と一緒にゴール、フィニッシュを迎えました。アミーボ持ってねえが強すぎたわ。さあ、誰も待っていないガチヤグラ、ムツゴロウ編。さっきと違ってね、これ2戦目か3戦目のムツゴロウなんですけど、これ活躍できるかなっても考えてみると、相手スピナーとさ、バレリミだから、意外と編成的にちょっと相手きつそうなのよな。あの、なんでかってシューターいないからさ、前線武器いないじゃん。だからなんか、普通にやっててなんか勝てそうなんだよな、これ。相手の編成見るに。まあ、こっち一応プライムローラーいるし、まあ、あのね、ハイカスもいるから、バランス的にはこっちの方がまあまだいいかなって感じではある。まあ、問題は俺がオーバーフロッシャー持ってるところで、まあこれがどういう風に試合で生きるのかなってとこですよね。でも早速もう第一関門に到着されちゃってて、こっから吐くんですけど、これね、見てほしいよね。こっからね、遠投しても実は届かないんですよ。今回。多分右側から打たないと届かないのよ。で、右側相手ハイカスとかさ、あのバレリミいるからすぐやられちゃうじゃん。だからね、ちょっときついのよな、オバフロムツゴロウでの防衛。デコは生きない。遮蔽物ないからな。タラがさ高いだけなんだもん。遮蔽物ないときついんだよな。もうこいつふざけんな、この味方。マジハイカスムカつくな。めっちゃハイカスに切れてるけど。ガチヤグラ奪われちゃったけど、これどうすんだ俺。真ん中の塗りが取られてるんで、とりあえず真ん中から塗っていくかみたいな感じだったっすね。
うまい。この辺の動き、多分味方が何かしてくれるだろうと思って動いてますね。あと、まあ、ボムラ入って、とにかくインク、自分のところのインクを強くしたいということで、こんな風な動きしてますね。あとは上にクラブラ来てるんで、クラブラね、塗りさえ取っちゃえば、結局、所詮はブラスター系の武器なんで、何もできないで終わるんで、やっぱインク取ることが大事ですね、ブラスター倒すためには。で、ここは、まあ、全員あいつ揃ってるけど、まあ、これも、ここまで来れば結構有効なとこあるね、オーバーフローが。そうだね、ここね。いや、ローラーとかブラスターやっぱ強かったな。どうすんだこれ。あ、ここでボムラ入っちゃいますね。で、第三関門突破して、もうこれは勝ちですね。まだ味方強かっただけなよ、こんなの。だったのかな。いや、もう味方が強えわ。何もしてませんでした。あれ？チャーが来たか。というわけでね、解説になってない解説、ムツゴロウ実況というわけで、まあただどうなんですかね、役に立ってないんだよな、オバフロとか言いつつ、買ってる以上やっぱなんか理由があるんじゃないのっていう気はしますよね。っていうのも本当に全く何の役目立ってなかったら純粋に負けると思うんで、まあ少なくともこの試合含めて連続3回勝ってるってことは、やっぱりなんかうまいことオバフロも役に立ってる可能性はワンチャンある。塗りかな、やっぱりこうやって見ると。塗りの点において、オバフロ役に立ってんじゃねえのっていう。あのね、ここのね、どうやらね、真ん中あたりから攻撃するのは強いっぽいのよな、オフロって。おそらく。あの、正面から行くんじゃなくて、横から泡打って、邪魔するってことをやっていれば、まあ、正面からただ愚直に攻めに行ったりとかするよりは、みんなのためになってるのかなと思います。ただね、やっぱこれね、ボムラが効かねえのよな。こっから例えばボムラ届かんしね。だから第一関門止めたくても、もうちょっと前に出ないとダメだっていうところな。それがきつい。で、第一関門で、こっから例えばさ、高台から守ろうと思うと、チャージャーに抜かれんのよな。それもね、実は辛い。相手にチャージャーいた場合、抜かれやすいんだよな。だからここの高台ってさ、合ってないようなもんなのよね。なんか、お風呂の感覚では。てか、俺の感覚では。攻められやすいというか、でもお風呂の泡は、高台にいる敵に、を攻撃しにくいっていう。やっぱこれ、こう描くじゃないですか、この泡っていう攻撃。だから、こういうなんか、ステージで戦いにくいのよな。こことかさ、あんまりなんか、どこにいるかわかんないじゃん、敵が。高台に投げても。なんかいまいちなーって感じはある。こっからボムラ投げるけど、これ効果あんの本当にって思ってるもん。まあ、ここはちょっと悪くないかもしんない。これはね、シューター勉強でできるようになった潜伏。でもやっぱり潜伏キル下手なんで、なんか敵のヘイトは買うけども、いまいちこんなことやる意味あったっていう。これ僕がやっぱ潜伏キル下手なんだろうなー。ただ個人的にはそれだけじゃないと思っていて、やっぱりオーバーフロッシャーそのものが潜伏してからの、キルっていうのがしにくいだと思うけどね、純粋に。オーバーフロって。で、これゲージ貯めたらいいんだけど、その辺味方がめっちゃやられてんで、まあ、この辺からまたボムラ吐いていって、ただこのボムラも全く刺さってないんだよね。で、こうやって降りて止めに行ったけど、またやられちゃうけどさ。なんか、そのぐらい、ここのボムラ役に立たないなぁと思う。敵に届かないんだもん。ボムラが。だから、ボムラ弱いね。ムツゴロウ。正直。守りで使えないボムラは弱いボムラだなぁと思う。まあ、少なくとも俺が今まで使ってきたボムラの強さは、ムツゴロウでは感じられない。ムツゴロウでは俺のボムラが、なんか生きない。
矢倉に関してはエリア意外に悪くないんだけどね、ここ。これ敵後ろ来てんだろうなと思ってたんでやりました。大体敵裏取りしてくるんで、ここはねやっとくといい。定期的に警戒しておくとなんか当たるっていう、でもこういうところ塗り自体、あ、ここの横から打つのはやっぱ強いね。どうやらこれは2キルできるから、ここは正解っぽい。どうやらだから第一関門突破するときとかなんかにここ行って横からボンバラ打てばいいのかもな。やっぱ横からの攻撃だったらオバフロも悪くないとは思うな。ただこれもね、敵めがけて打ってるっていうよりは敵に当たれって思って打ってるだけで、どこまで効果的なのかなっていうのはかなり疑問。効果的ではなさそうなんだよな。やっぱどうしても狙って撃てないのが痛い。こっからだと敵の位置見えないから、ほんと当てずっぽうで撃ってるだけね、これ。なんだかんだ言って、まあ、9まで進んだけどさ。進んだけど、なんか自分としては全然納得できないオバフロの使い方。お風呂って泡適当に撃ってるかと思われるかと思うんですけど、一応ある程度の目算付けで撃ってるからやっぱ当たるってところはあるんですよね。ところが、このステージだと本当にこれ当たんのって感じの打ち方してるから、いかんせんすっきりしないんだよなと言いつつね、5分間経ってしまいまして、まあなんか勝ったけど、まあやっぱりムツゴロウにおいて僕が言いたいのはオバフロ弱えんじゃねっていう。はい、チョウザメ造船のね、オーバーフロッシャー。ここのオーバーフロはね、正直言うと、悪くないっすね。ちょっとネタ古いんだけど、ここのオーバーフロはね、悪くないっす。正直。本当に。普通に。そこそこ、強い。やってて分かったけど。なんていうかな、この右高台がなかなか有効に生きるし、こっからボムラ吐いても強いし、まあ、敵のこれほっぷらかなが近づいてきてるけど、こういうのやられないようにしたいね。まあ、ある意味ほんとほっぷらのヒートを買ってるって考えれば、まあ、かなり有効な一打ではある。ここ当てたかったけどね、ここあと一発なんだよな。こういうね、根元の部分というか、壁際の部分、本当にお風呂って弾当たんないんで、良くないよね。ここ当たんないの本当笑うよな。笑っちゃうけど、味方もなんでやってくんねんだろうなとは思うけど、まあ、最終的にうまくやれたけど、あとまあこの辺のインクの塗りっていうのをやっぱり塗り返すためにボムラはかなり使えるなってことは事実。そんな感じで使っていきたいね。やっぱ横から刺すっていうのがこのステージもオバフロ強いのかなと思う。こういう守りの時はね、攻めの時はもう正面から行っていいんだけど、守りの時はこの横から刺すって感じ、矢倉が進む方向に対して真横から刺せるっていうのが強いところかなと思いますね。ただこの第一関門のやつはこっからじゃちなみに言うと止まんないんで、こっから打つのは実は筋が悪いということは前の動画でも申し上げた通りですね。正直第二関門のとこから打たないと、そう、ここで初めて打つべき。ただ第一関門はだから突破されちゃうんだけどね、右高台にいる限り。だから右高台にいる限りお風呂止めらんないのよな。だからどっから打ったらいいのかなってね、まあ、第一関門で止める場合どっから打つべきなのかなってね、まあ、考えてるんだけど、でもね、完全に安全な高台ってここしかないんだよな。ここは正直よっぽど気抜かない限りは、敵にやられることはないんで、第一関門止めるための高台っておそらく左の方にあるやつだと思うんですけど、あそこ意外に敵から攻撃されて終わっちゃうんだな。で、この辺はね、かなりその、なんだろう、この2分間半の間、もう正直見てる人もわかると思うんですけど、何もできてないっていう。ただなんか塗りを完璧に取られきらないように動いてるっていう感じで、ここまで来ていよいよちょっとこれ危ないなと思ったんで、お風呂でもうメインで止めに行ってますね。で、ここ潜伏してます。軽く。なんかね、やっぱりシューター使った後にオバフロ使うと何がいいかっていうと、敵の位置をちゃんと把握しようっていう意識が生まれたこと。ちなみにね、ここのね、ボムラ結構強いのよ。矢倉動いてくれてると同時に、平行に、ボムラ吐けるんで、こう、
敵のいる位置全部に対してボムラ飛ばせんのね。横一面に対してずっと。だから敵が潜伏できなくなるのよね。ここでやられると。ここでボムラ飛ばされると、敵がね、みんな出てくるしかなくなっちゃうんで、結構おすすめだなぁと思う。投げてて。やっぱボムラの役割って、潜伏してるやつをこう出してくるっていう役割もあると思うんで、なんか土の中に埋まってるさ、虫とかさ、そういうのがこうバーッと出てくるじゃないですか。思いっきりなんか土に水ぶっかけたりすると。あんな感じよ。要はボムラの役割って。まあ、キルにも使えるしね。ここうまい。いやー、こういうとこちゃんとキル取るの大事なのよね。ボムラ投げてる時って、敵からすると攻撃のチャンスだと思うんだけど、そうじゃなくて、やっぱメインでも攻撃できるので、敵が近づいてきたなと思ったらもう、絶対相打ち狙ってやること。ここうまいんだよな、俺。ここの救いクエの当て方うますぎるでしょ。あと、ここの、ブラスターに対しての攻撃もうまい。まあ、これジャンプしたんで当てやすかったんですよね、敵が。やっぱジャンプしてる時って隙あるからな、このゲーム。硬直が多すぎる。で、やられちゃうけど、まあ、とりあえず3カウントまで、行ったということで。まあ、もう勝ち確ですよね。っていう、なんか本当にその中盤まで全く矢倉動いてなかったのに、その後こんなに動いちゃうのって、やっぱりその矢倉に乗りながらボムラ撃つことによって敵が近づけなくなったことが大きいんじゃないかなと思う。あれによって敵が自分たちの陣地の中にこう閉じ込められちゃったんだと思うんですよね。まあ、つまり僕は領域展開しちゃったっていう、まあ、つまりそういうことなんだよね。だから最近俺なんかもしかすると五条悟なんじゃないかなっていう、そんな感じですよ。これ、こうやるとね、敵ね、出てこられなくなるんですよ。それが強いよねっていう。さあ、ハコフグのね、ガチアグラ。これ初めてじゃない？ハコフグのガチアグラについて実況解説していくの。ハコフグはね、やっぱりちょっと辛いとこあるよね。一度攻められちゃうと、ここインクが濡れる箇所少ないんで、積んじゃうのよな。マジで。一旦攻められると、もうそのまま進んじゃうっていうステージだから、もうちょっと横幅広くしてもいいのかなと思わんでもない。嫌いなステージじゃないけどね。ちっちゃいから。オバフロにとってやっぱ道幅狭いステージで強いから、悪かないけど、攻めてるときはいいんだけど、まあ、これでここまっすぐ行って、ここにやってきます。まあ、これ一番強いんで、ここ。ここにね、泡投げると誰も出てこられなくなるんで、ここ最適です。で、まあ、敵に出てこないなと思ったらもうこうやって奥に行って、まあ、チャージャーやりに行きます。まあ、大体チャージャーあそこにいるんで、ガーッと近づいちゃってチャージャー倒せばいいね。言い方いいよ。さあ、これで俺も死んじゃったけども、すぐに配下のところに飛びますよと、ジャンプ。で、まあ、一応スプリンクラー即置きます。で、敵の攻撃なるべくかわすようにしながらカウント進めていきます。まあ、ここまででもう4カウント。まあ、これで勝ったなって感じなんですけど、こっから味方うま。着地打ったことによって勝ちましたね。天才じゃん、こいつ。さあ、ハコフグガチやからね、2回目ということで、さあ、このステージはですね、先ほど述べたように、攻めてしまって、一気にノックアウト狙いに行かないと、かなり逆転されやすいステージでして、ほんと、どっちがね、舵を切るかというか、舵を握るかっていうんでね、もうゲームが決まっちゃうんですよね。で、これ、早速こう入っていって、ハイカスの邪魔をしましょう。まあ、スプリンクラー投げてやって、ビビらせてやったら、相手勝手に、網下に落ちましたね。もうこれが大事。もう配下数がこの高台にいる限り絶対矢倉進まないので、もうここでとりあえず落としてやるっていうのは大事ですね。キル取れなくても落としてやれば、居場所をなくしてあげればね、配下数くんはあと役に立たない無用の長物と化すので、こういう動きが大事で、まあ大体右から俺のこと殺しに来るんで、まあここでちょっと後ろに下がりながらまた泡を投げてやると。そうですね。で、これ負けちゃいますけども、味方がうまい。絶っぱりちゃんとシャープマを落としてくれましたね。で、こういうわけでまた飛びます。で、ここでまた飛んだらスプリンクラーを即置きましょうというわけで、はい、置いて少しかわすと。時間稼ぎするが、相手の食い棒にやられてしまうと。まあ、ただここでですね、27カウントまでいったので、これは結構幸先いいなと。27までいったらね、大体勝ちですよ。ただ、ハイ
ただハコフがね逆転されやすいんで27まで行っても全然安心できないところはありますね。とりあえず実はここにいてもねボムラ届くっていうのがかなり大事ですね。ちょっと前に出てあげてボムラ投げてあげます。そうするとほら届くんで敵がどんどん死んでいきますね。はい、3人倒したことによって矢倉を死守することができました。ここ強いですね。第一関門で止めることができます。だからここでボムラ打てば守れますね。まあ、ただ相手が右から詰めてくる可能性もあるんですよ。まあ右側オバクロのメイン流しておけば誰も近づけないので。ただ相手がシールド武器の場合は別なんだよね。シールド武器で突っ込んでこられると右側も決して安泰ではない。ただ必ずしもそうやって来るとは限らないのでね敵が。まあ、ハイカス来たんでこれ逃げます。で味方飛んでくるんでスプリンクラー投げて一応守ってあげましょう。大丈夫かな、大丈夫だね。さてこれちょっと左側が少し塗られてきてるんで慎重に動きながら泡を流し込んで、塗りを取っていきます。まあ、この場合ちょっと前に出すぎないようにしてね、なるべく後ろの方で慎重に泡を打って少しずつ前に、泡を塗り広げていくようなイメージでプレイしています。でこうちょっとスニーキングやってバッと近づいて横から刺すっていう、まあ、これ横から刺すのはやっぱオバフロ強いんでやっていきたいところ。でこれ潜伏してまたハイカスあたりをやりに行きます。やりに行かなくてもやれなくてもいいんでね、相手近づいてくればあお風呂来たと思って落ちるんで、もうこれだけでいいですね。これだけでもう矢倉進むっていうか、普通に高台にいるやつ邪魔しただけで、ここでボムラ吐いてハイカスとかなんかをね閉じ込めちゃいます。ここで領域展開をして、敵がですね、ホームから出られないようにしちゃうとですね。でここうまい具合に隙間に流すと、ちょうどよくドゥアカスの人が死んでくれました。でここスプリンクラーを置いてハイカスの弾をかわしながら前に突っ込みます。でここも死なないように壁を使って敵の、シューターの攻撃をかわします。でここボムラ吐いてハイカスのところをまず最初にやりに行って、あと泡壊してでやっていきます。はい、はいになってますね。はい、ハコフグのね、ガチヤグラの続きというわけで、まあ相手ブラスターいるし、チャージャーいるし、ゴーニーいるし、ローラーいるしで、まあこれ強いですね。ヤグラって感じの編成ですね。まあこっちはですね、竹お風呂、ローラー、プライムと、まあこっちも結構強いんじゃない？ちょっとお風呂だけぶっちゃけ微妙なのかなっていうのと、竹も微妙かなって、あの、S プラス帯の竹使いで強い人いないっすね。本当に。これ冗談じゃなく言っちゃうんですけど、竹強くないっす、全然。てかね、竹はね、意外に難しいのよな、使ってみるとわかるんだけど、案外エイム良くなんないと、竹って当たんないんだよなって思う。だからまあ S プラス帯のエイム力では竹って使えないんだろうなって思ったりします。こう乗っちゃって敵のことを攻めますね。チャージャーいたけど関係ないと。で、まあボムラ吐いちゃって、味方の擁護もう最初から25、24まで進んじゃったんで、もうだいぶこうローラーやります、落ちてきたんで。で11まで来たんで、あとまあみんな死んじゃったんで下がりますね。まあ11まで行けばもう結構満足なんですよね。ただここでやめないでここに行きます。攻めをねやっぱねずっと継続するっていうのが大事で、矢倉ってやっぱり乗られれば乗られるほど不利なんで、できればもう自分たちの攻めで5分間終わらせるっていう風にしたいんですよ。ノックアウトできないならできなくてもいいんだけど、その代わりやるべきことがあって何かっていうと、攻めを継続し続けるってことですね。そうじゃないと普通に逆転されちゃうんだな、これ。だって攻めてる方がさ、スペシャル溜まんだから、まあそりゃこっちさ、守ってたらいつか やられるよねっていう、相手どんどんスペシャル打ってくれば。でこれブラスターに撃たれたんでもうすぐ買います。こういう逃げがめっちゃ大事。もう一発食らったら即逃げるみたいな、これが大事なんだよな。ちょっとこの間実は S プラスの人の動画見せて俺も思ったんだけど、やっぱ自分とレベル近い人の動画見るとなんか相手の欠点よくわかんだよな。だいたい逃げないっていう S プラスの特徴。敵に攻撃されてるのになぜか逃げないで突っ込んで倒そうとするっていう、もう食らってんだから逃げろよって場所なんだけども、なぜか戦い続けちゃう。ここでもなー、ここ俺やれると思ったんだけどね。だって俺のが先にダメージ与えてくからさ、ここなー、角度が悪かったなー、ブラスターの爆風でやられてしまうと。
普段だったらあそこ当たるけどね、敵に弾全部。で、味方のところに飛んで泡垂れ流します。で、これちょっと軽く潜伏するんですね。潜伏していなくなったなっていうふりをして、出てきたチャージャーをやっちゃいます。で、後ろから、ボムラーとかを投げ、メインとかボムラーを投げて矢倉を止めます。まあ、あんまりこれいい動きだとは思わないけど、ただ後衛のチャージャーを最初に落としたらよかったんじゃないのかなと思いますね。やっぱチャージャーとか後ろにいると厄介なんでね、攻めがずっと継続しがちなんで、最初にこいつ落とすってのは良かったと思う。まあ、案の定というか先にネタバレしちゃうと、この試合、やっぱり竹の人が下手くそで4キルしかしてないんですよねっていう。4キルしかしないんだったらもう竹持ってる意味ないだろうって感じなんですけど、まあそういうことなんですよ、要するにこれが。まあこれが S プラスなんですよね。要するに。S プラスは竹とかドゥアカスとか傘とか、ああいった武器を全環境武器っていうのかな。前まで、半年ぐらい前まで環境武器だった武器を基本的に使いこなせないんですよね。やっぱあの辺の武器ってちょっと一癖二癖あるんで難しいんですよ、使うの。それに比べるとやっぱ新環境武器であるゴーニーとかクローズアップって、まあ大体誰でも使える。まあそれでも傘とかドゥアカスに比べると誰でも使える武器なんで、便利だよなぁと思う。本当に。まあそれゆえ嫌われてそうなんだけどね。こんな簡単に使える強武器作んなよっていう。で、ここで泡流しといて、まああと54秒、1分以下なんで、まあ普通に考えて勝てるでしょって感じのペースでゲームをやってますね。まあ、これローラー来たんで、倒します。で、ブラスターの攻撃一発食らったんで帰ります。このブラスターの攻撃って本当思うけど、一発食らったらもう即帰りね。まあそのスパタン 0.1 積んでれば、まあギリギリ帰れるんで、おすすめですね。やっぱりスパタン 0.1 はないと、このゲーム勝てねえなっていう。で考えてみて、俺これガチやからのオバフルの、のさ、ギア紹介してなかったな。あとでちょっと乗っけとくか。さあ、これで、最後もうボムラ吐けば勝ちじゃんってとこですね。ただね、僕ね、失敗点が実はあって、この左のところでボムラ吐いちゃったんですよ、ここ。ここのね、ボムラはやっぱ弱いなって思いました。敵にやられる。普通に。チャージャーとかいるから、しかも。これ最後、チャージャーが僕に対して一撃加えてくるんですよ。抜かれなかったけど、抜かれててもおかしくなかったよねっていう。はい、超ザメ造成のガチ上がる。これ最終試合ですね。これに勝利したことによって僕は S プラス8になれました。いやー嬉しいね。S プラス8。今までなったことないからね、ガチ上がるで S プラス8って。ほんと最近は順調に勝っててね、もうそんなに負けることもなくなりましたね。この S プラス7から8までの間もですね、12試合して9勝して矢倉上がったので、まあ、なかなか気持ちよくゲームできてますよって感じです。まあ、こうさあって矢倉に乗っていきましょうと、まあ、敵も2人落ちてるんでね、乗っていけるでしょうってわけで、あとまあボムラをこうやって平行に打っていきますよっていうんで。ただ敵のね、こうプライムがやっぱ強い。プライムシューター火力高いね。一瞬で溶けちゃったもん、俺ら二人。ただこれはね、味方のね、ケルビンの人がめちゃくちゃうまくて、頼りになるね。正直。この試合正直味方強いのよな。ただ敵が右のこっから来ることは分かってたんで、ここもちゃんと狙い撃ちますと。ここ正直失敗した場面で、帰るべきだしたね、ここ。こういうところ、こういうところはやっぱ下手なんだろうなと思う。おそらくこういうプレイ S プラス隊の人間絶対みんなやってると思うんで、これが X 隊とかになるとあんまやんなくなるっていう。無理しないのよな、X の人って。もう勝てないと分かったらすぐ引くってことを必ずやるんで。さあこれゲージ貯めていって、まあ第一関門は別に突破されてもいいなっていうつもりではやってるけど、ちょっとこの辺適当なんだよな。ここまだチョウザメの動きが俺決まってないんだけど、ここはね、正直第一関門捨てていい。あと、ここ真ん中のところで高台打ってた方がいいですね。ちなみに。ここ打ってた方がいい。ここ取られると終わりなんで、ここの高台打った方がいいです。はい。で、これ倒します。ここだけ閉じとけば大丈夫なんで、あとはもうちょっと前行って味方の援護して、あげます。これはケルビン来たんですけど、まあこのぐらいのケルビンだったら倒せますね。で倒しますと。
で軽くちょっと潜伏していないふりして泡を横から当てますと。いやーこれが潜伏キルなんだよな。これはほんとシューターを使ってたので、これはねほんと僕も思うんですけど、シューターのおかげで、ここで相変わらずボームラー打ちます。ここのボームラー強いのは、敵に攻められた後のこっから矢倉に乗ったままでのボームラーがめちゃくちゃ強いんで、かなりおすすめですね。あの塗りとかなんかを取り返せるんですよ、綺麗に全部全面にわたって、それが強い。でこれ敵いたんで、まあエクスプロッシャー倒しますね。でこれ適当に泡を打っといて、この辺にいるでしょうっていう感じで打つと。これ左ちょっと塗られてたんで、左も塗ってあげますね。こうやってもうとにかく隅から隅まで塗ってあげることが大事で、敵がなるべく近寄れないようにしましょう。でちょっと攻められてるなと思ったらボームラー吐いてあげると。敵2人やれましたね。はい、マジでヤグラのお風呂のボムラデコ、まあデコ版だと本当インクすぐ溜まるんで、これも敵右から来ること分かってたんで、もう右が来た瞬間即打ちますね。まあ敵引いてくれましたね。いや、あの引いたでスロスターの人うまいなと思った正直。うん、ここはね相手の、マニューラーかな、やっちったわ、いたことに気づきませんでしたね。正直全く見えてなかったです。まあちょっと油断したね。まあこっちのカウント優勢だし、明らかに味方の方が強かったんで、ちょっと動きがあれだったかも。でも今の潜伏見えなかったな俺、正直そう思ってなくてもやられてたと思うあれは。うん、これジェッパ入ってきたんで、こっち狙ってきたんで、もう即逃げます、殺されるんで。でここはボムラ吐きますね。これちょっと矢倉奪われて危ないなと思ったのと、敵中央に固まってるんで、ここからだったらボムラ打てばまあハマるでしょうと思ってますね。でもこれは僕がキルしたわけじゃなくて、多分スクイクとかケルビンの人がやってくれたんでしょうね。でもそれでもね、これ大事なのって、味方ノバとかケルビンとかスクイクっていう全くインク塗れない人たちの集まりなんですよ。で塗れない人たちがこうやって自由に動けてる理由って、僕がボムラ吐いてっからなんですよ。ボムラ吐いてっから味方自由に動けてるんですよね、これ大体にして。だってこの人全然塗れないもん、武器的に塗れないこの人たちがこんなに活躍してるのって、動画でお風呂で塗ってるからでしょ。で、ちなみにお風呂、この中央高台強いんで、おすすめですね。で、あと生き残ってれば味方がこうやってほら、飛んできてくれるんで。攻め継続できるわけですよね。ずっとこうやって。これが大事で、まあお風呂って生き残って、ビーコンの役割を果たすっていうのが大事だったりするんで、この辺のやっぱお風呂って本当になんか縁の下の力持ちっていうか、もうとにかく味方が活躍できるための場所っていうのを作ってあげるっていうのがおば風呂の役割なので、まあだから、たびたび言ってますけど、まあ、インフラなんですよ、お風呂っていうのは。お風呂はね、インフラなの、要するに。で、これはもう勝ち確定で、なんでかっていうと、ボムラ溜まってるんで、まあ、第二関門近くのところでボムラ吐けば 100% 止まりますよとね。これ、まあ、敵にやられないようにしながら、この辺りからボムラを吐きます。まあ、でも大体味方がもう敵のことやっちゃってたんだけどね。まあ、でも、こうやって終わり。勝ち確定です。はい、皆さんここまでね、見ていただいてありがとうございました。私、ずんだのね、ゲームチャンネルにおいてではですね、スプラトゥーン2を中心にですね、アマンガスをやったり、桃鉄やったり、やらなかったり、他のゲームやったり、まあ、あるいは本を紹介したり、服を紹介したりね、まあ、いろいろやってますんで、もしよかったらね、高評価&チャンネル登録をよろしくお願いします。かなり厳しめのことも言ったりしていますが、まあ、あくまでね、私の悲観的な、ものの見方でもってね、語られることごとなので、そんなにね、気にしないでいただきたい。ただ僕はちょっと楽観視するようなことはどうしても人生できなくて、どちらかというと悲観的に思ってるぐらいが人生ちょうどいいんだよなと思ってる人間なので、そのあたり受け入れて、ね、くださる方っていうのは、まあ、僕のチャンネルをね、登録していただけると幸いです。ではまたお会いしましょう。ずんだでした。